ねえねえマリサ、どうしたんだ霊夢。この前、雨の中友達と歩いていたら不思議なことを見つけたの。不思議なこと？友達の傘をよく見ていたら、雨粒が丸い状態でポロポロ落ちていくのが見えたの。普通、水の粒ってものの上に垂らすと広がると思うんだけど、どうして傘の上の雨粒は広がらずに、球体のままだったのかしら。それは多分、その傘が撥水加工をされていたからだな。撥水加工？それって防水や耐水と違うのかしら。ああ、撥水は、防水や耐水とは全く別の機能だぜ。撥水は水を弾いて、表面を濡れさせない機能なんだ。水を弾くって不思議ね。撥水ってなんだか面白そう。詳しく説明してもらってもいいかしら。わかったぜ。というわけで今回は、撥水の正体と仕組みについて解説するぜ。まずは、間違いやすい、撥水と防水の違いについて説明していくぜ。撥水とは表面で水を弾く機能のことなんだ。言い換えると、水によって素材が濡れることなく、丸い水滴の状態で表面から転がり落ちる機能のことを指すんだ。一方、防水は水を通さない機能のことだ。素材の内側まで水が入り込まないようにブロックする機能とも言えるな。ちなみに、耐水という言葉もあるけど、耐水は防水と同じ意味だぜ。よく似ているからやっぱり撥水と防水の違いがよくわからないわ。表面の濡れにくさに注目するとわかりやすいと思うぜ。撥水は、水を弾く機能だから、表面が濡れにくいんだ。一方、防水は表面は濡れるけど、裏側まで水が入り込まない機能を指すんだ。撥水と防水の違いがわかりやすいのはガラスだな。ガラスは表面が濡れやすいから撥水性は弱いけど、水を通さないから防水性は高いんだ。なるほど。防水は表面が濡れてしまうわけね。今までの話を聞くと、撥水の方が優秀な感じがするわ。水を弾くっていうことは、表面が濡れない上に裏側まで水が入り込まないっていうことでしょ。それなら、撥水は防水の上位互換な気がするわ。いや、一概にそうとは言い切れないんだ。撥水は確かに表面が濡れにくいし、それに伴って水も内側に入り込みにくいんだが、一つ、大きな弱点があるんだ。それは、一定以上自らの圧力が大きくなると、水を弾くことができなくなるという点だ。自らの圧力が大きい時って、どういう場面かしら。簡単に言うと、水の量が多くなったり、勢いよく水が飛んできた場合だな。水の中に沈めた場面や、滝のように水が強い勢いで打ち付けてくるような場面をイメージしてくれ。このような場合には、撥水機能を持っていても水を弾くことができず、簡単に内側まで水が浸透してしまうんだ。つまり、水中カメラみたいに水の中で使用するものには防水機能が必要で、傘みたいに雨水をしのぎつつ、傘が濡れて重くなるのを防ぐのが必要な場合は撥水が役に立つんだ。なるほど、適材適所ってわけね。ああ、その通りだ。撥水についてもう少し深掘りして考えていくぜ。撥水は、さっき説明した通り表面を濡れさせない機能なんだが、霊夢は、表面が濡れやすい状態ってどういう状態だと思う？え、なんだろう。感覚的にはわかるけど、うまく言葉で説明できないわ。濡れやすいってどういうことなのかしら？濡れやすさは接触角によって表現されるんだ。接触角とは、落とした液滴と固体表面との間で形成される角度のことを指すんだ。言葉で説明するよりも、図を見た方がわかりやすいと思うぜ。確かに図を見るとわかりやすいわね。この接触角が大きいほど濡れにくいんだ。接触角が大きいものと小さいものを比較するとこんな感じになるぜ。一番接触角が大きいものは、私が見た、傘の上の水滴と同じ感じだわ。接触角が大きいということは、水滴が表面に接する面積が小さくなる、つまり水を弾いている状態なんだ。なるほど。ふと思ったんだけど、濡れやすさを接触角に言い換える必要ってあったのかしら。接触角の説明でも理解できたけど、個人的には感覚の方がわかりやすいし、感覚でわかっていたらそれで十分な気もするわ。いい疑問だな、霊夢。少し話が脱線するけど、いろんな場面で役に立つ、すごく大事な考え方だから、客観的な形に言語化することの大事さについて少し解説するぜ。確かに感覚でわかるけど言語化するのは難しいことはたくさんあるんだ。でも、客観的な形に落とし込まないと、比較ができないから、科学の世界では、全員の認識が同じになるような形に言語化することが求められるんだ。比較することが重要なの？ああ、撥水を例にして解説するぜ。例えば濡れにくい素材が2つあったとして、どちらの撥水機能が高いのかを感覚で主張し合っても、優秀さを比べることができないんだ。そして、優秀な撥水素材を使うことで、コストが大幅に削減できたりする可能性があるから、同じ性質を持つものは正確に比較しなくてはならないんだ。確かに、感覚で比べていたら、正しい比較なんてできないもんね。納得したわ。よかったぜ。じゃあ話を戻すぞ。濡れやすさは接触角の大きさによって表現できるんだ。接触角が大きいほど濡れにくく、接触角が小さいほど濡れやすいんだ。そして、物体の種類によって接触角に違いが出てくるんだ。なんで物体によって接触角に差が出てくるのかしら？それは表面張力で説明できるぜ。表面張力は物質の種類によって値が違い、それに伴い接触角も物質ごとに変化するんだ。
表面張力って、確か表面をできるだけ小さくしようとする力よね。ああ、その通りだ。表面張力の仕組みは以前の動画で解説したから、興味がある人は概要欄から確認してみてくれ。今回は、表面を小さくしようとする力だと理解してくれていたら大丈夫だぜ。わかったわ。でも、表面張力と接触角にどんな関係があるのかしら。表面張力と接触角は、結構簡単な関係だから、一つの式で表すことができるんだ。固体の上に液体があるとして、その液体の輪郭と固体表面の交わる点を端点とするぜ。この端点に加わる力を分解し、水平方向に働く力の合計が0になるように接触角は変化するんだ。この端点には、合計3つの表面張力が働くんだ。一つ目は、固体と空気の間に働く表面張力だ。この表面張力をガンマ S とするぜ。ガンマ S は空気に触れている固体の表面を小さくしようとして働くから、液体を固体の表面に覆わせる向きに働くんだ。つまり、液体が広がる方向に力が加わるんだ。二つ目の表面張力は、液体と固体の間に働く表面張力だ。この表面張力をガンマ LS とするぜ。ガンマ LS は液体に触れている固体の表面を小さくしようとする向きに働くから、液体の中心方向に力が働くんだ。最後の三つ目の表面張力は、空気と液体の間に働く表面張力だ。これをガンマ L とするぜ。液体の表面積は球体の時に一番小さくなるから、球体にしようとする方向、つまり液体の輪郭の接線方向に、ガンマ L は働くんだ。これは説明がややこしいから、今回はこういうものだと思っていてくれ。わかったわ。そして、この3つの力を合計したら、水平方向に働く力は0になるように端点は移動するんだ。これを式で表すと、ガンマ S イコールガンマ L コサインシータ足すガンマ LS になるんだ。この式はヤングの式と呼ばれ、この一つの式で撥水について説明できるんだ。撥水機能が高い固体の場合、三つの表面張力は、接触角が大きくなるような値を取るんだ。なるほど。なんとなくわかった気がするわ。でも、水平方向に働く力が0になるように端点が移動するってどういうことかわからないわ。なんで移動するのかしら？これは、実際に端点に働く力に注目してみるとわかりやすいと思うぜ。もし、ヤングの式が成り立つ接触角シータよりも小さい、シータダッシュの角度になっていたとすると、端点に働く水平方向の力は、合計が0にならず、液体の中心に向かって力が働くんだ。つまり、液面が中心に向かって押され、端点が移動するんだ。そして端点が内側に向かって移動すると、その分だけ液体が上に盛り上がり、接触角が大きくなるんだ。こんな感じで、ヤングの式が成り立つ接触角よりも実際の接触角が小さい場合は、端点が内側に移動する、言い換えると接触角を大きくする方向に力が働き、逆にヤングの式の接触角よりも大きい場合は接触角を小さくする方向に力が働き、ヤングの式が成り立つ角度まで調整されるんだ。なるほど。勝手に調節されていくのね。それにしても撥水って面白い機能ね。撥水の仕組みは分かったけど、撥水で水滴が丸い状態になっているのを見ると、とても不思議な感じがするわ。私も水を弾いて水滴がポロポロ落ちていくのを観察するのが好きだから、撥水は面白くて好きだぜ。ちなみに、撥水スプレーというものを使えば、いろんなものに撥水機能を付与することが可能なんだ。撥水機能は使えば使うほど弱まっていくから、古くなった傘は水を弾かなくなったりするんだけど、撥水スプレーを使えば再び水を弾くようになるんだ。そんな便利なものがあるのね。撥水スプレーは靴とかに使うのもおすすめだぜ。傘を差している時、雨が多少靴にかかっても中まで染み込まなくなるからな。それは便利ね。でも、靴の中が蒸れやすくなるんじゃないのかしら。その心配はいらないぜ。撥水は、表面で水を弾く機能だから、通気性はあまり変わらないんだ。防水だと通気性が0に近いから蒸れやすくなるけど、撥水は水分が中にこもりにくいんだ。へえ、そうなのね。撥水って使いどころによってはすごく便利なのね。ありがとうマリサ。今回も勉強になったわ。どういたしましてだぜ。というわけで今回のまとめだ。撥水は表面で水を弾く機能なんだ。撥水と防水は似た言葉だけど、防水は、表面が濡れるにもかかわらず、中まで水が浸透しない機能だから、撥水とは別物なんだ。撥水の仕組みは、表面張力によって説明できるんだ。表面の濡れやすさは接触角によって表され、ヤングの式が成り立つように接触角が変化するんだ。わかったわ。今回はここまでだ。最後まで話を聞いてくれてありがとう。こんな感じで、身近な疑問を解説していくつもりだから、よければまた遊びに来てくれ。それでは、ご視聴ありがとうございました。